拡大する積極力で相手にぶつかっていきます。相手のどこかに触れて相手の後ろ側を意識して吸い込む。そして相手の前側に対してぶつかっていきます。体の動きによる肩肘点、相手の後ろを引き寄せて前側を打つ。当て身は体を当てる。手首で押して指に引く。たたずめ。それを組み合わせます。当て身たたずめ。当て身たたずめ。チェーンパンチ、ずっとくるくるこう下げて次の剣、そして次の剣を下げて次のチェーンパンチ。これは防御も兼ねてます。自分の鼻喉みたいな感じですね。ここら辺で中段は身を低くしたり足で防御したりします。半身になると長距離とか接近している相手にターンを打ったり、もしくはこちらで受けてこちらで作るようになることができます。真ん中だとずっと同じ距離で、手を全身に例えます。これが足ですね。これが頭、背骨、中指が背骨です。そして人差し指と薬指が手です。これで歩き、こちらが腰、自身の体の動きとリンクさせます。自分の足と片手をリンクさせる、そういうことができます。このように小指と親指で足が、片足が、自分の体がホールドされた時にこれで動かすというようなことも可能です。先導して動かします。手が動かされなく、動かなくなった時は手と逆の動きを体でする。手が引きたいんですけど手が動かせない。その時は体を広げるというのを引きます。手がこの状態で動かない時は体を縮めることです。こうなってますけど、体をへそ裏呼吸、ドレスのように首とここは凹みますと落ち着くんですけれども、そのような形から一回しゃがみます。そうすると少し入ります。そしてこのくぼみもなくなります。背骨が一直線になった状態のギリギリ、でこれを形状を記憶していきます。目もあります。へその裏あたり意識して呼吸します。へその裏が後ろに行くことで遠くの動かない一点を作る。這いずり回るような練習っていうのはなかなかしないと思うので、こういう場所があるときはそういう地べたを這いずり回ったり、膝立ち、寝っ転がる、受け
意味もそうですね。前向き。横向き。後ろ向き。前方向き。このような受け身動作。絞り。手足と胴体の引力と引力は逆になります。体が大きくなるときに手足は縮みます。手外引力のとき体は胴体は引力に体が手外引力のとき体は引力に手足が引力のとき体は引力体と手足が逆の手がうまく動かない体を使うことになります。胴体の引力を使って胴体が大きくなる力を使って引くのに必要なのは体を大きくする脊力、脊力、引力、脊力。つまり手足の状況と胴体の逆ですね。基本的には胴体を脊力にしています。これが手足が引かれるという意味です。手足がなぜ引くか、引いているわけなんです。胴体が脊力になっているので引かれます。引力になっているということで常に出すこと